さあ、ジュニアの赤鬼、私、藤正信が入場してまいります。処方箋を下すのか、殺人医師スティーブン・ウィリアムズがやってまいります。特別試合シングルマッチ、時間無制限、一本勝負を行います。青コーナー235パウンド、フッチーマサノブ。赤コーナー280パウンド、スティーブウィリアムス。レフリー和田恭平。ウィリアムズ。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。放送席の解説はジャイアント馬場さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがいかがですか。そうですね、両者いつもと変わりませんけども、今日は二人ともどっか悪いというところがないですからね、良い試合になるんじゃないですかね。抱えます。逆に投げてまいります。組み合います。ボディスラム。リング上の両選手なんですが、表情をご覧になって両者とも気合が充実していると見てよろしいでしょうか。そうですね、いい顔してますよ。張ります。巻き投げで切り返します。音が館内に響きます。腕を捉えます。アームロックの体勢、ロープに逃れます。馬場さん、レスラーというのは本当によく練習するんですが、優秀な選手ほどそれを厭わないですよね。それがなかったらね、やっぱりレスラーとしてやっていけませんよ。そうですね。足を殺してまいります。腕をフックします。こういうのを見たらちゃんと受け身を取ってます。はい、ですがまずやれることから覚えます。どんな技を振ってもそれに耐えられる練習は毎日やってますからね。そうですよね、本当にレスラーは日々の努力と言いますが練習をよくしますもんね。そうです。行くのか。スラムで叩きつけます。掴みます。パンチを打ち込んでまいります。逆に返します。レスラーね、技を振っても倒れる時はものすごく上手いんですよ。これは分かんないかもしれませんがね、あまりにも上手に倒れるんで。鉄拳を見舞います。投げてまいります。本当にすごいですよ。首根っこを掴んだ。パーってジャブ。腕を回した。
組み合った。コーナーに振った。あっと、ラリアット。ここで持っていくのか。抱えた。ブレインバスター。垂直落下式。抑え込んで。もうこれは闘争本能ですね。リスクのうちにやってると思いますよ。対角線に飛ばした。あっとキック。すごい音がした。ハンマーを落としていく。腕を取った。チキンウィングで固めていく。耐えました。顔面蹴り上げる。一つ一つに重みがありますからね。腕をフックした。ダイガー投げ捨て。肩口から落っこった。気合を入れた。ブレンバスター行くのか。バット逆に投げていった。膝にピンポイント集中砲火。ピッコルヒャ打たせない。ブレンバスター行くのか。垂直落下ブレンバスター。抱き起こす。抱えた。アバランス気味に落としていった。ロープブレイク、ロープブレイク。ものすごいグーだ。膝へのドロップキック。あとデンジャラスなパンチ。立たせていく。10分経過。天命レフトハンドのラリアット。ゴールラリアット。いけるか。コーナーに振って、あーいやらしい攻撃だ。抜くのか。巻き投げで切り返した。バックドロップ完工。引き起こす。ガチッと組み合った。ロープに振って、あとスパインバスター。カウント3つは奪えない。バックを取って、おっと外した。キック、グーの鉄拳制裁。あと逆に投げていった。バックドロップドライバー。あとブック、小脇にかかエルボーで切り返す。コブラの毒が回ってきたぞ。掴んだ。ジャブを打っていく。起こした。サイドを取った。ドクター